何世不可氏は、中華民国の軍人。中国同盟会以来の革命派人士で、国民革命軍でも、養殖を歴任した。字は、雪竹、摂州。はじめは学問の道を歩み、古北武将教進書院、両国高等学堂で学ぶ。1907年、日本に留学し、東京新武学校を経て、陸軍士官学校第五期風評科に入学した。 この間に、中国同盟会に加入している。1909年、卒業、帰国し、古北特連交渉や陸軍部軍政史で職に就いた。中華民国成立後の1912年2月、南京の中華民国臨時政府で、陸軍部副官庁に任ぜられた。4月、北京へ遷都した後も、南京の留守政府で、総務長長長を務める。翌年、 第二革命に革命派として参戦したものの敗北して日本に逃れた。以後も五国戦争、五方運動に参加する。1922年、福建省であずまじうち族軍前的葬式に任ぜられ、翌年には福建革軍葬式となった。1924年10月、湖北小東市県県国軍、北伐総司令部参謀長に任ぜられ、 孫文による北伐に従事したが、これは失敗に終わり、一旦上海に引退している。何せ不可視別陰1925年9月、小介席により、統制軍総武総参議に起用され、前線に復帰する。翌年7月には、国民革命軍総司令部総参議に任ぜられ、北伐の指揮に参与する。同年10月、湖北省で、 国北政務委員会の設立を担当した。1927年春、国民政府軍事委員会委員となり、翌1928年3月、軍事委員会委員長中女修行営主任に任せられる。なお、同年5月の災難事件に際しては、中国側として交渉当事者の一人となった。10月、国民政府参軍所参軍長となり、 北伐終盤には、ご鉄城や片褒美人氏と共に、国民政府代表として、東北に赴き、長学寮の歴史を促している。1929年春、内逆軍第9軍軍長となる。同年3月、中国国民党、第3期中央執行委員に当選し、5月、古北省政府主席となった。12月、第5祖地軍葬式も兼ねている。 1932年3月、小政府主席を辞任し、6月、予学館三省総秘創司令部、左次軍司令官として、公軍討伐に従事した。翌年3月、軍事委員会委員、長穂貞幸英主任に転じている。日中戦争勃発に伴い、1937年10月に、何せ福氏は、湖北小政府主席へ復帰し、 戦闘体制の整備に尽力する。翌年6月、小政府主席を離れ、軍事委員会軍法執行総監に転じた。1946年5月、軍人と手は引退して、湖北省に戻り、小参議会議長に選出された。1949年、香港に移り、1951年に台湾へ赴いた。以後、総統府国策顧問。 総統府市政国民党中央評議委員、国民党規律観察委員会委員など歴任している。1961年5月7日、台北市にて死去。去年80。ありがとうございます。